こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も、マルクスの珍労働と資本の続きを読んでいきたいと思います。60ページから、前回読み上げたところちょっと被ってもう一回説明していきたいと思います。資本家と珍労働者との間の交換においては何が起こるか。労働者は自分の労働力と交換して生活手段を受け取るが、資本家は自分の生産手段と交換して労働者の生産的活動を、創造的力を受け取るのであり、これによって労働者は彼の消費するものを店舗するばかりでなく、蓄積された労働に対し、それが以前持っていたものよりも大きな価値を与えるのだ。労働者は資本家の手元にある生活手段の一部分を受け取る。この生活手段は彼にとり何に役立つか、直接的消費にである。だが、私が生活手段を消費すれば、それは私の手柄なくなっても帰っては来ない。と言っても、この生活手段が私の生命を維持する時間を利用して、私が新たな生活手段を生産する場合、すなわちその消耗中に消費されてしまう価値の代わりに、私の労働によって新たな価値を生み出す場合は別であるということです。労働者っていうのは資本家と何を交換しているのかと。労働力を交換してるわけですね。労働力を商品として売り渡して賃金をもらってんですけども、その賃金を生活費に充てるということです。で、資本家の方は何を受け取ってるかというと、交換して労働力を買ってるわけですね。自分の資本から売上から買ってんじゃないですね、資本から買ってんですね。で、労働者の生産的活動、肉体労働なり頭脳労働なりを時間で買ってんですね。あれね、想像力を買ってると、クリエイティビティを買ってるんですよ。いくらクリエイティブな人でも、結局クリエイティブを労働力として売らなきゃいけないわけですね。クリエイターになりたいっていうのは自分の頭脳労働を資本家に売ってですよ、時間で。時間とか成果で売って、お金をもらってると。それは野球選手もサッカー選手もそうだってことですね。球団とか、会社に自分の野球のクリエイティビティを、サッカーのクリエイティビティを、相撲のクリエイティビティを売ってですよ、お金をもらってるわけですね。で、資本家はそのクリエイティビティを受け取って、興行を打つわけですよ。スタンドをいっぱいにするとか、国技館をいっぱいにするとかして、販売してるということですよ。で、あらゆるものは資本家と珍労働者の関係の中で行われてて、珍労働者は生活費をそれで稼ぐと。資本家は今あるものをさらに大きくしていくと、サッカースタジアムをもっと大きくすると、国立競技場を建て直すと。もうオリンピックってのは資本の中に飲み込まれてますから、新しい国立競技場を作って人を集めて収益を上げると。資本家の収益を上げて、オリンピック選手ってアマチュアだと言われてんだか、プロなんだかなんだかわかんない人たちのクリエイティビティを買って、そのクリエイティビティは薬物に汚染されていて、ロシアはドーピング疑惑で出れないとかあるんだけど、そんなもんやってんのロシアだけじゃねえだろって話ですけども、なんか目がギンギンになったオリンピック選手がいっぱい、世界から集まってきて、選手村でランチ騒ぎして、それを見に行く人がいて、大きな収益を上げる資本家がいて、ぐる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 回ってるってことですね。こういうことを話すと、またなんかしらーっとした雰囲気がそんなつもりでオリンピック見ないでくださいって言われちゃうんですけど、アスリートの人たちは本当に頑張ってんですと。だけども、実はオリンピックっていうスポーツ競技も資本の運動の中入っちゃってるわけですね。それは資本主義が悪いってわけじゃないんですよ。資本の運動がもともとそういうもんだと。価値を自己増殖していくために、アスリートのクリエイティビティを仕入れて、利益を出してるわけですね。ということです。で、珍労働者っていうのは自分の生活費や生活手段として消費するようなくなってしまうと。で、また働かなきゃいけないってことですね。労働力を商品として売らなきゃいけないと。だけども、自分の稼いだお金をですよ、資本として回せるんならば、よくあるのはサラリーマン大家になるとかですよ。サラリーマン大家っていうのは、珍労働者でありながら、資本家になるってことですよね。
サラリーマンがなんか3億円のマンション買うと、1棟。アパート、敦賀銀行から融資を受けて、アパート1棟、マンション1棟買いましたみたいなね。フルローンで買っちゃいましたみたいなね。で、家賃で返済していきますみたいな。家賃収入をそのまま返済に当てて、次々と買い増していくと。マンション買いまして10棟ぐらい持ってますみたいなね。ロバート清崎ですみたいなね、ことをやると。まあそうなれば資本家の、まあそれはでも自己増殖していく資本の運動を続けない限り、まあ、フルローンでやってる場合は、家賃収入はなくなったイコール、破産ってことですから、自己破産ってことですよね。まあ一生棒に振るってことになっちゃうと。まあ一生棒に振るんだかなんだかよくわかんないんですけども。まあ資本家になるってそういうことですね。まあ資本家のリスクってあるわけですね。だから結局、サラリーマンオンヤーでも資本家になれば、それだけのリスクがあるということですよ。まあ、ローン組まないでね、自分の資産の中で、まあ、不動産所得があるなら全然これはもう左打ちはですけども。まあ、フルローン、まあローン、アパートローン組んでやるっていうと、やっぱこれはリスク背負ってるってことですよね。まあ、ただ、まあ利益はあるでしょうけどね。ということになるということですね。で、まあそうなれば、これ続きですね。だがまさに貴重な再生産力は、再生産的力は、受け取った生活手段との交換において、労働者のもとを去って資本のものとなる。つまり彼は自分自身の立場からすれば、失ったのである。多くの人は自分で稼いだお金を生活費に全部当てちゃいますんで、まあ、あるいは貯金するかですね。結局、生活費に使っちゃえば、消費財買うってことですね。買えば、まあ、また資本の元に入っていくってことですね。で、資本家になる可能性を自分で、失っていくということです。前回私ちょっと間違ったこと言っちゃったんですけど、T 型フォードってなんですね。フォードっては1910年代にそのベルトコンベアシステムを作ったそうなんですね。ちょっと調べたら。で、熟練労働者じゃないと車作れなかったのが、まあその分業、徹底した分業体制にして、車を大量生産できるようにしたと。で、自分の工場で働いてる人に車を買わせるようにしたと。だから、賃金払って、その賃金で自社の車を買わせるようにして、車を普及させたわけですね。フォードって会社は。で、それによって、爆発的に自動車産業が大きくなっていったと。これが1910年代に起こったことなんですね。だそうです。で、その後、そのテーラーシステムっていうのは、なんか科学的管理法っていうのはあるんですね。それはもう、原価計算を綿密にやって、まあ、標準原価計算ってやつですかね。もう、その、ただベルトコンベアシステムではなくてですよ。材料とか、まあ、人件費とか光熱費とか、全部綿密に、計算するっていう管理システムを、これが1920年代に出てきたんですね。それでさらに効率的に、作れるようになったと。あと、工場の人間の組織もですよ。スタッフ、ライン&スタッフ、理論とかいうのがあるらしいんですね。ラインとスタッフと。ラインというのは、ベルトコンベアで働く人たちですね。で、スタッフっていうのは、その、効率的な管理を考える人たちと。今で言うと、現場と、本社機能みたいなもんですね。それを完全に分業制にして、生産性上げると。現場で働く人は現場で働く人で、まあ、これ利益、上げる人たちですね。ただ、その利益を最大化するためのスタッフっていうのがいるわけですね。この人たちはただ、まあ、より効率的な経営のことばっか考えてると、頭脳労働者ですね。まあ、そういうふうに分けるとか、まあ、そういういろいろな改革があって、より、何ですか、効率的に原価を抑えて、生産費を抑えて、まあ、工業製品作るようになったってことですね。これはアメリカがやりだしたと。いうことです。で、まあ、その資本の運動の中で、まあ、労働者の
賃金も上がっていったということがあったと。それはうまく回ってるはうまく回って、一国、どん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 、まあ、1929年の大恐慌になるまでですよ。まあ、すごい勢いで大量生産できるようになったってことですね。で、景気良かったんですよ。でも、ある日、供給過剰になったと。在庫の山になっていったと。いうことですよ。世界中で作りすぎたと。で、ダンピングしだしたと。二束三文で売り出したと。近隣急防策っていうのをやり出して。まあ今、為替ダンピングしてますけど、ダンピングして、自分のところのものを輸出できるようにしてたら、もうどん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 、まあ、大恐慌になっていっちゃったってことですね。ということです。で、まあその中で賃労働者っていうのは本当は資本家になれる可能性があるんですけど、多くの人は賃労働者で生活水準が上がっていけば、まあそこで満足すると。まあ日本もね、高度経済成長ってのありましたけども、まあ多くの、まあ所得倍増計画ってのあったわけですね。あれが成功するまではまさかね、社会主義革命が起こるとみんな思ってたわけですね。安保運動の時はね。で、岸内閣が倒れてですよ。アイゼンハワーも来れなくて、来日できなくて、このまま、社会主義革命に弾みがついていくのかと思いきや、所得倍増計画を池田勇人首相がぶち上げて、まあ、成功したわけですね。急に労働者が、賃労働者が豊かになったんですよ。所得が倍増したから、まあ、労働運動がどんどん、まあ、下火になっていくと。まあ、そんなことが起こったってことですね。まあだからあの時に何が起こったのかっていうか、やっぱアメリカの自由主義、自由貿易体制に完全に軍事的に日米安保で組み込まれたことによって、所得倍増計画っていうのは、まあね、通産省とかが考えたってことになってますけども、実際はやっぱ反共防波堤のために日本を取り込んで、賃労働者の給料を、まあ、上げるように、なんか、やったんだと思いますけどね。政治的な問題だと思うんですよね。だから所得が倍増したんだと。で、高度経済成長がまた再びっていうのは、やっぱ私は政治的なその体制、完全にアメリカの、まあ核の傘に入ってですよ。で、あと、まあ、ロシア封じ込め、ソ連封じ込め、ソ連と中国封じ込めのためのね、反共防波堤になったところでの、経済成長ってことだと、なんか今になって思うんですけど、まあそういうこと言ってる方もいると思いますけども、だったと。だから、政治体制が根本にあっての高度経済成長だったと。だからみんなが豊かになったってことですね。まあ労働運動とか社会主義運動を抑えるために、所得倍増計画が起こったってことですね。まあそれは、まさかの丸山正夫という政治学者も、こんなことが実現すると思わなかったと。予想外だった。所得倍増なんて実現したら、全然、もっとね、デモクラシーとか根付くのかと思いきや、資本の運動だけは先に行っちゃったと。デモクラシーが根付かないまま、賃労働者が豊かになっていったと。で、さらにそこにね、社会保障制度とかどんどん入れていっちゃうと、あんまり自覚のない賃労働者が国民主権とかデモクラシーに目覚める前に、豊かさを味わってしまったということですね。で、政治的にやっぱり、まあ、無力化したっていうか、なんていうんですかね、やっぱ反共防波堤の中に押し込められちゃったんで、やっぱそのツケがね、今出てますよね。出てますよね。っていうか、だから政治意識が低いっていうのは、まあ、高度経済成長した時に、あそこでしてなきゃね、また別の、なんか政治意識の成熟があったんでしょうけども、まあ、豊かになっちゃったんですね。豊かになった分、なんか、その豊かさが永遠に続く錯覚の中で、ソ連崩壊までいたと。で、崩壊してみたら今度、そのツケが来てるってことですね。デモクラシーの足腰が未熟なままに、今度、何ですか、資本の自己増殖
冷戦体制が崩壊して歯止めの効かない資本の自己増殖運動が猛威を振るうと、いうことですね。まあ、もともと労使協調でやってて労働組合も政権なんか取る気がないと、いう感じで政治が進んでいくと、まあ、自民党自公政権一強体制の権威主義みたいなものになっていくと、人色になっていっちゃったと。選挙やっても 53% ぐらいしか投票率が上がんなくなっちゃってると。デモクラシー自体が機能不全になっていくと。まあ、これが一連やっぱりずっと、まあ、戦後政治っていうのは、なんか、今、振り返ってみると、辻褄が合ってるっていうか、なぜこうなってるかっていうのは、やっぱり、因果関係があるんじゃないかと私は思うんですけどね。で、続きです。一例を取ってみよう。ある借地農業者は、彼の日雇い人に毎日銀貨5グロッシェンを与える。後者は5グロッシェンのために終日借地農業者の畑で労働し、かくして彼は10グロッシェンの収入を確保証する。借地農業者は彼が日雇い人に渡さなければならぬ5グロッシェンを回収するだけでなく、彼はそれを2倍にするのだ。だから彼は日雇い人に与えた5グロッシェンを結実的、生産的な仕方で使用し、消費したのである。彼は5グロッシェンでまさに2倍の価値のある土地生産物を生産して、5グロッシェンを10グロッシェンにたらしめる日雇い人の労働と力を買ったんだということです。まあちょっと5グロッシェンとか10グロッシェンだとわかんないですけど、まあ、ある農家の人が、レタス農業って言ったら語弊があるかもしれないですけど、まあ、5000円で人雇ったとしますね、1日。で、1日5000円の賃金で雇って、1万円分収穫したと売り上げ上げたということですね。で、5000円で1万円上げるから、5000円賃金で払っても5000円残るわけですよね。ということは、日雇い人に与えた5000円を2倍の1万円にしてるってことですよ。5000円で2倍の価値のある1万円分の土地生産物を生産したと。で、5000円の労働力を買ったことによって1万円の利益を出してるってことですね。これが資本家がやってることだと。で、続きです。日雇い人はこれに反し、その働きを彼が他ならぬ借地農業者に譲り渡した自分の生産力の代わりに5グロッシェンで受け取ったのであるが、これは彼は生活手段と交換してこの生活手段を遅かれ早かれ消費するのである。だから5グロッシェンは二重の仕方で消費された。すなわち資本にとっては再生産的に、けだし10グロッシェンを生み出した労働力と交換されたのだから、労働者にとっては負生産的に、けだしそれは生産手段と交換されたのだが、この生活手段は永遠に消滅したのであって、彼は借地農業者との同じ交換を繰り返すことによってのみ、その価値を再び得ることができるのだから、だからということです。その雇われてる5000円もらってる賃労働者ですよ。まあ生活費を5000円分稼いだと。で、もしかしてその5000円でですよ、その借地労働者っていうか、ね、雇い人の農家の人に、まあもしかして5000円の食費を払ってるとすれば、これさらに5000円分の家賃とか食費とかですよ、まあ今でいう非正規社員のなんか寮に入ってですよ、寮代とか食費とか、なんか結局払わなきゃいけないのと一緒ですね。労働したものをまた結局資本家に納めて、それを家賃とか食費に当ててるということが起こるとしたら、彼の手元には全く残らないと。それが1日5000円だとすると、生活費は5000円で賃金が5000円だとしたら、賃金分働いてそのまままた、その農業、借地農業人に渡すことになっちゃうんですよね。ってことは結局奴隷労働と変わんないわけですよ。何ももらってないのと一緒だと。寝るとこと食事が与えられてて、無給で働いてるのと変わんなくなっちゃうわけですね。だけどその労働をさせると、どんどんこの借地農業家っていうのは、農家の人は儲かるわけですよ。売買ゲームで儲かると。だって1日2倍、労賃の2倍
まあ、以前話したたまごっちの話と同じですね。夜の街でたまごっちがぐるぐる回るのと話が同じだと。たまごっちを夜、なんかね、店に来た社長に買ってもらって1万円で、で、あとで店に来てって言われてね、その露天商の人が店に行って、それまた5000円で買うと。で、また夜1万円で売って、他の社長に1万円で買ってもらって、また5000円で引き取りに行くと。そういうことでずっとたまごっちぐるぐる回ってんのと一緒で、この農家も、まあ、5000円で人雇いながらも、ずっとなんか利益上げてるってことですね。ぐる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 。ということですね。まあ、もっと言ってみれば、その露天商が銀座のクラブのオーナーだったと、いうのを一応ですよ。1万円で売った、たまごっちをですよ。後で店でもう返せって言って、ホステスの人から。取ってまた夜売ると、またか夜買いに来いよって言って他の人連れてって言って、ずっとぐるぐる回してると。そんなことが起こったらもうシュールですけどね。まあそういうことが起こっちゃうと、だから資本家っていうのはずっと儲かるわけですよ。でまあ働いてる日雇い人の人はずっと生活手段を得るために、生きるために5000円稼がなきゃいけないと。でその5000円をみんな資本家にまたそのまま生きていくために、なんか家賃とか食費で払わなきゃいけないと。だけど資本家の方は同じ交換を繰り返すたびにどんどん超えて太っていくってことですね。もう金持ちになっていくってことですね。で続きです。だから資本は賃労働を前提とし、賃労働は資本を前提とする。それらは相互に制約し合う。それらは相互に生み出し合う。賃労働者がいる限り資本というのは大きくなると。逆に資本というのは賃労働者を前提にしてるってことですね。賃労働を。だから、これを見つけたんですね、マルクスは。資本の運動ってなぜ起こるかっていうと、賃労働者がいるからですね。その賃労働者を最低賃金ギリギリ生存できるまでの存在に落としていくことで、労働力をダンピングして買い叩くことによって、資本の自己増殖がますます加速度を増すということですよ。で日本で行ってみれば、もうそれがどんどん起こってると。みんな一律ワーキングプアになっていくっていうのは、資本の運動が起これば、やっぱり起こってしまうってことですね。で、ワーキングプアってものを前提として資本っていうのは増殖していくんだと。だから日本がまあ今 GDP どんどん上がってますけども、GDP は上がること自体は、株価も上がること自体も別に一般の人の懐を温めなくなってるんですね。で今イザナギ景気越えだって言って、なんか高度成長時代よりも景気拡大続いてるって言うんですね。だけど庶民の懐は全然4割ぐらいの人がですよ、全然良くなってないと、実感ないっていうわけですね。でなぜ実感がないのかっていうと、その実感のない人たちが労働力をダンピングして奪われて、一部の人がめちゃめちゃ儲かってるからですね。だけど一部の人がめちゃめちゃ儲かってるっていうのはトリクルダウンが起こるから我慢しなさいと、上からシャンパン垂れてきますからって、あなたたちもなんかね、シャンパンのなんか予滴が降ってくるんで口を開けて待っててください、とりあえずここで待っててくださいって言われて、まあ、ずっと待ってるわけですね。実感がないなと、なんかいう感じですよ。それどころかないね、なんか血と汗と涙が流れてきちゃってるっていうね。あのまた上の方から人が追ってくるってことですね。口開けて待ってたら、その人たちが増えてきちゃったと。どん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 。なんか集まってきちゃったと。集まってきたんじゃないと。もうちょっと上の方にいたんだけど、下の方に降りてきたんだと。上の方も全然落ちてくるって言われて待ってたけど、落ちてこなかったと。地盤沈下してどんどんみんな下に降ってきたと。で、この下に落ちる賃労働者が増えれば増えるほど、資本はさらに、価値を自己増殖して儲かっていくと、いうことですよ。たまごっちを2万円で買う社長が出てくると、そこの従業員はどん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 なんかいろいろ削られていくってことですね。で、そういうことが起こってると。銀座のホステスと社長と夜店の間ではたまごっちがぐるぐる回って景気良くて、たまごっちの値段は1個10万円にまで上がっていくんですけども、で、買う人がいて、消費されてるんですけども、
ね、その中小企業のタコ社長のとこで働いてるね、なんか労働者はもう全然、給料上がんないと。上がってないんだと。下がりはしないけど上がってないんだと。だけど社長だけは羽振りが良くなってると。どうしたことかって話になっていっちゃいますよね。まあ、こういうことは起こってるわけですね。起こってんだ。起こってるとは言え、起こってんですよ、多分ね。だから景気のいい人は景気がいいんですね、今ね、すごいね。実感のない人はもうほとんど、4割ぐらいは実感がないと、4割ってそのまま、4割実感のない人が4割の非正規の人たちだってことになってるんですね、これね。なんかこれ、さらっと言ってますけど、恐ろしい話ですからね、これ。とんでもない話ですよ。それが4割から 4.5 割、5割、6割って増えていくだけですよ、これから。だからアメリカでそうなってるんですから、もう。ということです。で、続きです。ある木綿工場の一労働者だが、彼は綿布を生産するだけであるか、いな、彼は資本を生産する。彼は価値を、すなわち、彼の労働を指揮して、この労働により、新価値を創造するために、学び役立つ価値を生産するのである。資本は労働力と交換されることによってのみ、賃労働を生み出すことによってのみ増殖されうる。賃労働者の労働力は資本を増加させることによって のみ、それを奴隷のように使う権能を強大にすることによってのみ、資本と交換されうる。だから資本の増加はプロレタリアート、すなわち労働階級の増加である。まあ、ここで決定的な話が出てくると。資本は労働力と交換されることによって、あるいは賃労働者を生み出すことによってさらにますます増加していくということですよ。だからもう今労働力がすごい買い叩かれてるってことですね。で、買い叩かれる中で一部の人たちがとんでもなく儲かっていくと、もう濡れ手に泡で儲かっていくと。で、そういう人たちが株とか買ってまた株高になってるんで、一部の人だけでお金がぐる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 自己増殖して、濡れ手に泡で、儲かっていくと。で、その一方で、資本はますます、賃労働者を奴隷のように使う権力を拡大していくと。いうことですよ。ブラック企業が、従業員を奴隷のようにこき使うことによって、どんどん、儲かると。儲かって自分とこの資本を増大させていくってことですね。で、さらに資本を増やしていくと。だから結局資本の増加っていうのは、労働階級の増加とイコールなんだと。GDP が上がれば上がるほど、最低賃金とか基本給に近いような労働者が増えていくと。今の日本っていうのは、もう、そういう段階に来ちゃってると。GDP が何倍になろうがですよ。一部の人が、だけが、一部の資本家階級の人だけが儲かると。多くの人はどんどん、4割から5割、6割と、労働者階級で、自分が生存するだけでギリギリだと。家族を養ってもギリギリだと。そういう動きに拍車がかかるということです。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。よければメルマガ登録お願いします。あと、Amazon 楽天のリンクも貼ってありますので、一回踏んでいただいてお買い物をしていただければ、労働者階級の増加に歯止めがかかると思います。っていうのは嘘ですけども。そんなことは起こんないですけども。皆さんが学んで、なんとか資本家階級に入れるように知恵をつけてもらって、ね、自分の労働力を安売りしないように交渉する知恵をつけてもらうと、個人個人で戦うしかないと。まあ、集団で戦いたい人は労働組合でも何でも結成してね、資本家と戦えばいいんでしょうけども、私はそういうことはやんないんで、この世の中がね、どうやって動いてるか。まあ、これは、マルクスの言った見方ですから、これが全部当たってるのか、どうかわかんないんですけども、まあ、社会科学として、マルクス主義はまだ有効なのかっていうのは、ちょっと私はわかんないんですね、実はね。でも、これを上回る説明が、まあ、別にあるんだったらですよ。まあ、そっちの方を解説したいんですけども、まあ、でも、
現状私の身に引き比べても、私がまあね10年ぐらいまあ社会人やってた中でもですよ、まあ、結局こうでしたよ。自分の労働力安売りしてたなとは思いますよ。ですごい働いてたけども、決してそれが賃金に跳ね返ってこないっていうか、いうのもあるし、もう全然諦めて、あんまりサボって働いててもやっぱその賃金が上がらないって分かったと、そうなるとじゃあ自分でやるしかないんだと、じゃあ自分が資本家になるために何かやんなきゃいけないんだっていうことに気づいて、まあ、気づいていく過程ですね。その道も厳しいということも、今はすごい切実に感じてますけども、まあこんなとこですかね。ということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。